はい、皆さんこんにちは、ヒロです。ゆかです。そして、ベイビーです。はい、というわけで今回ね、サムネにもある通り、遊戯王のね、クォーターセンチュリークロニクル、ユニティの方ね、その写真映らん、あ、動画で映らんかもしれないけど、こうやってね、ダーンと大量に用意しました。で、こちらを開けていくんですけどもね、さすがにこう一個一個見よったらものすごい皆さん疲れちゃうと思うんで、今回はね、まだ誰もやってない、クォーシクのみのラッシュを、クォーシクラッシュを、はい、やって、超高速で、はい、もうまあね、他のカードはもう正直みんなもう分かってると思うんで、200種類もね公開されてるしね、だからあとちょっとアルティメットレアのガールとかこうピンポイントだけちょっとだけ紹介するぐらいにしておいて、もう基本的にはクォーシクのみをバーッと見ていくというような、はい、動画をしていきたいと思います、でね、僕のねこのコレクションの中にね、やっぱガールをね新しくやっぱもちろん新規で飾りたいですし、で20th のね、ガールの通常絵の方が PSA で僕ね、10点唯一取れてないのもあるんで、ああ、そっか、うん、まあ、そういう意味で言うとガールの金髪と一緒で、今回のクォーシクのね、金色の字の方が僕ちょっと好みなんで、赤色より、まあ、そう考えたらちょっと通常絵がガールめちゃくちゃ欲しいなっていうのと、あと結構僕狙ってるとこも多くて、ライトロードのミネルヴァとか、まあ、あと僕霊使いね、ずっといつかこうやって再販来るんじゃないかって読みを待ってたのがついに来たんで、そうだね、はい、ね、霊使いのウィンちゃんと、本当はエリアが好みなんだけど、まあ、今回こっちにはね入ってないんで、ウィンとヒーター、ヒーターと、まあ、ダルク、まあ、ダルクね男の子なんでちょっとあれなんですけど、まあまあまあその辺と、あとアロマセラフィー系とかね、あ、そうね、アロマセラフィーのローズマリーとか、そう、ローズマリーめちゃくちゃいいね。いいね。最高敷しかなかったんでね、僕らは思ってたんだ。あれ欲しい。うん。遊戯をね、オワコンだと言われてる今なんでね、逆にラッキーでしたね。こんなに買えないですもん、普通。まあね、そう、1年に1回の年末箱。うん。まあ、早速ね、じゃあラッシュ、レアラッシュ、上げていきたいと思います。はい。じゃあ手元アングル切り替えて上げていきたいと思います。はい。切り替えます。はい、皆さんお待たせしました。やっと全部開封しました、60箱。で、今回なんですけどね、アルティメットレアだけちょっと最初に序盤にね、ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、大量に出てきましたね。で、ほら、オシリスのアルティメットレアとかも出てきて、かっこいいね。うん。この彫りとかをちょっと紹介したかったんですよ。うん、めっちゃいいですよね。うん。これめちゃくちゃいい。で、ガールのアルティメットレア、これも初めてとなるね。旧レリでも新レリでも出たことがなかったんで、うん、このアルティメットレアは結構いいですよ。で、ウィンもね、こんな感じで、レリーフ。結構しっかり入ってます、うん、で、ヒータかっこいい、そう、これもいいですよね、うん、めちゃくちゃいい、アイピーマスカレーナ、これのアルティメットもめちゃくちゃかっこいい、うん、で、アーゼウス、かっこいいね、アーゼウス、そう、アーゼウスのアルティメットレア、うん、いいですよ。で、皆さん気になってたのは多分この辺でしょうね、ブラックマジシャンの旧レディから新レディになってどうなったのかっていう、まあ、これはこれで味があるって感じですかね、うん、4枚で、ほら、僕紹介したかったのはこれ、ブラックホール、すごいね、うん、この渦巻いてる感じがよりしっかりね、うん、アルティメットレアになっていい感じで、うん、めちゃくちゃいい、ただ60箱開けてこれ 2,3 枚しか出ないっていう、うん、で、こうやって1枚しか出なかったカードもあるんですよ、うん、ミネルヴァも1枚だったし、これのクォーシク欲しい、うん、サロスもね、うん、1枚、これは前からあったよね。で、あとはね、もうなんか今は僕が狙ってたカードたちなんですけど、皆さんもね、これこの中に気に入ったカードってあると思うんですけど、うん、それぞれいい感じですよ、まあ、最後サッとだけ見てしてね、でも全部さ、なんかレリーフ濃いよね、うん、なんか新レリーフになってからね、ちょっと薄くなったイメージがあったんですけど、うん、なんかめっちゃゴリゴリ入ってるよ、そう、今回めちゃくちゃいい感じなんですよ、これ、うん、うん、確かに全部いい、うん、見たことないね。お、ジャス。これもかっこいいじゃん。うん、なんかびっくりしたこれ。ホープドラグナーとかめちゃくちゃかっこよく見える。かっこいい、かっこいい。このスタンス。こ
集めるのもあるよね。うん、これはね、多分もうそれこそワンチャンストレージに投げられるぐらいかもしれないね。うん、フュージョンデスティとか。もうユベルとかかっこいい。うん、まあこれはもう、まああんまり紹介せんでも、ショップに行ったら見れるかな。そうだね。さあ、で、本題よ。本題、ここですよ。もう当然ながら僕らもまだ見てないんで、うん、全部裏向きにしておいて難しかった。そう、こっから高速レアラッシュ、うん、クオシクのみの、さあすごい迫力ですよ、うん、60箱で1箱につき2枚出るから26120枚か、だから、はい、うん、合計120枚のこのクオシクラッシュ見てください。これダイヤモンドのような枠チェック。超楽しみですね。さあ、では1枚目からもう行きましょうかね。いや、ちょっと多いな。さすがに半分にさせてください。こんぐらいで、ちょっと1回。3分の1ぐらいでもいいじゃない。いや、半分ぐらいはなんとかないかな。ほら、これ、行きますよ。では、ブラックマジシャンガール、果たして当てることができるのか。で、ワークチェック。効果。当然狙うは効果闇。これ、ちょっと難しいの多いけど。あ、効果木ですね、これ。あっちはダメ、アンティークよ。アンティークギアゴーレムあたりでしょうかね。うわ、おメルヒーパピー、パッピー。嬉しいけど。ま、でもね、1枚ずつはいいよ、コンプ。そうね。そこはオッケー。さあ、次。あ、トラップカードはもうね。トラップはきつい。ちょっと次、右行っちゃう。はい。じゃあ、メルヒーパピーの。パピーちゃんの。で、サイバネットコンフリクト。うん。僕は全く分かんないカードです。効果の地、あーメルフィーか。メルフィー。はい。おお。ああ一枚は欲しかった。アンティークギアゴーレムのね。いや、かっこいいじゃん。まあ。全然いいんじゃないですか。ただ2枚以上はいらないかな、正直言うと。え、これ何？リンク？お、リンクはね、そうなんですよ。ここリンとヒーター。マスカレーナ。リンヒーターマスカレーナ。つまり効果炎を。あ、じゃあ効果じゃ何よ。効果。おじいちゃん落ち着いて。炎属性、闇属性、そして風属性。風属性だったらウィンほぼほぼ濃厚じゃないですかね。うん、ワークチェック。うわ、闇。ってことは IP マスカレーナしか問題。いきます。うわ。これは良くないと思う。ヘルデバイザー、デバイサー。うん、知らん。まあ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 。まあいいんじゃないでしょうか。だからいきなり出たらね、びっくりするけどね、さすがに。でもかっこいいカードですよ。うん、さあ次。効果はね多いんですよ。闇。うわち。ダメですねこの時点で。パピーちゃん。ええー、かぶり。パピーちゃん。本当にパピーちゃんです。メルフィーパピーかぶりきました。まだまだ諦めないですねこんぐらいじゃ。そうね。次効果。効果。あるよ。闇。闇。まあまずは第一関門突破。効果闇。守備力1700、攻撃力2000。いや違う、全然ちゃうよ、全然ダメ。はい、おー、スカラマリオン、わからないカード来ました。もうね、僕初期生なんでマジでわかんないですよね。はい、次。お、シンクロ。シンクロはね、ロスマリー。あー、はいはいはい、可愛い子が多いよ。え、属性何？風？風かもしれん。風ですね。うん、ワンちゃん風シンクロなんであるんじゃないですか。いきます。よし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 。お、あ、コスミックブレイザー好き、個人的に。もう、うん、かっこいい、うん、あ、全然嫌な気しない。オッケーオッケーオッケー。最初のうちはね、被らないからまた楽しいんですよ。よし、次、あ、魔法。あ、はい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 。お、おっす、そっち。おいオシリス期待したじゃねえかよ。あ、でもね、初期勢の僕にはやっぱりこのサンダーボルトは、やっぱサンダーボルトですね。うん、これめちゃくちゃ嬉しい。すごい変な感じ。うん、お、リンク、よし、タヌ、風聞いてくれ、タヌ、風。てか火。火？あ、でも俺も個人的にはどっちかっていうとヒーターの方が好き。闇か。マスカレーナしかな。うん、マスカレーナチャンス。マスカレーナしか勝たん。マスカレーナ、タヌ、あー。めっちゃ名前なの？ファントムナイツ。こっちでも昔高かったよね。バルディッシュ。うん。環境におるときはね、強かったんでね。多分ね、使わなかった。次、魔法カード。魔法カード。あー、ギアダウン。おー。おー、うん、好みじゃない。好みじゃないな。次、効果。よし。
闇。あ、どうして？あ、光か。あ、だったらジャッジメントドラグーン。そう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 、それ。あ、ライトロード。ライトロード、ライデン。ライトロードでも人気だっけ、なんか。テーマ的にね。うん、嫌な気さ。うん。次、リンク、よし。完全コレクターの僕たちから見たらどうしてもね、こういうお兄さんよりはそうよ、お姉さんの方が闇、闇くそ多い。 IP マスカレーナしかない。いや、リンクリボー、やったー、やったじゃん、ゆうか、やったやった、そうだ、忘れとった、出てくれるんだった。今回最大リアリティになって帰ってきたという、やっちゃった、リンクリボーちゃん、かわいいかわいい。次、え、バニラ、バニラじゃないこれ、バニラじゃん、バニラってブラックマジシャンしかおらんくない、あ、ネオスがおる、ネオスとブラマジシャン、待ってよ、どっちも闇かいね、確かどっちも、あ、ネオスが光か、うわ光が見えた、あそう、もう、あ、これでもういいよ、お腹いっぱいよ、ネオスは、せめてブラマジが良かった。おお、エクシーズ、これはアーゼウスチャンスの、見える番号だ、そう、見える番号、闇じゃあ、アゼス多分光、うん、アゼス光だね、ミネルヴァも光だった気がする。あー、アルティメットファルコン、分からん、オッケー、次行こう、効果そろそろなんか来てほしい、効果闇、効果闇、効果光多いよね、うん、風、あ、分かった、うん、エアーマンじゃん、あ、エアーマン、あ、エレメンタルヒーロー、エアーマンね、あ、違う、違うアロマ足通り、はいはい、でもなんかいい感じ、うん、悪くない、この子男の子なんか女の子なんか分からんかもしれない、可愛いな、男の子っぽい、でもアロバだけあれじゃないかね、お、お、え、エクシーズじゃん、あ、ゼウスチャンス、今度こそ光をねちょっと狙っていきたいんですけど、え、血、あ、待って、アーゼウスって血か、じゃあ光だな、あ、ワクワクメルフィーズもうコンプする、あ、そうよ、これプリズマで持ってるよ、効果、よし、ちょっと今んとこまずいぞ、うん、メインが1個も効果光、あー、じゃあジャッジメントドラグンぐらいしか思い浮かばん、ライトロード系よ、ライトロード、アーチャー、フェリス、あ、でもまあライトロードファンの人はこれ絶対嬉しいでしょうね、うん、レアリティ上げれる、あ、魔法カード、ダメ、サンダーボルト以外ない、ドラッグホール、あ、魂のしもべ、あ、お、かっこいい、ブラックマジシャン、これ良かったです、いいじゃないですか、うん、さあ次、エクシーズかな、エクシーズ、エクシーズだと光が欲しいですね、あれ光じゃない、エクシーズ光、これが来たで、アーゼウスっていうことは攻撃力3000、そうなん、あ、え、こけたんだな、おーい、1枚ゲット、映像見て虜になった、いやー、かっこよかったよね、うん、あ、あれはフィールド全部破壊できるわ、確かに、うん、あの攻撃なメルフィーズのあれはメルフィーズを滅ぼしたように見える、ね、さあ次、効果、あ、光、お願い、闇チャレンジさせて、チャレンジは来てな、あ、ジャッジメントログン、オッケー、おー、かっこいい、それはオッケー、アルティメットレアではね大人気だったカードですね、やっぱかっこいいですよね、うん、いい感じ、これとついとなる子も今回いるんで、お、効果、お願い、そろそろ闇欲しい、闇チャレンジ、タッチ、ダメだ、思い浮かばん、あー、そうよね、やっぱこうなるよね、アンティークギアフレームね、まだ諦めんぞ、リンク、リンクは風が欲しいね、光、火、光、あ、ダメよ、ファイアーウォール、あれ、なんかその辺だろうね、火これよ、お、あー、ライトロードのね、ライトロードめっちゃ引くね、キュリオスさん、神々しさはすごいけど、いや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 、効果、効果、闇、え、この背景もうガールじゃねえじゃん、あ、そうなの、ミュなんか赤っぽい、ちょっとダメじゃん、うん、あ、これあのドラゴンみたいな役じゃない、あ、違う、誰、え、至毒の魔術師、初めて見たあー、ちょっと引きすぎた、あー、ブルーディーが見えてる、うわ闇闇ってきとるのに、そう、あー、これのダメじゃん、ん、効果、効果、効果、闇3連続だったらあるよ、
効果風。風。山。山でね。あれ違う。どれなんだ。川柳の魔術師。お兄さん。今とこまだゼロやで。で魔法カード。うん、やだこれめっちゃ。ああやばい2枚。ダブルアップチャンス。やばいやばい。これな確かにどっかで見たことあるよこれ。必須これ？いやプリズマだってオリコン外れでめっちゃ見た。まあ確かによくある。流れでね。さてまだ半分もいってないからまあ大丈夫っちゃ大丈夫だけど今んとこめっちゃ欲しいのが来てない。うーんまずい。アーゼウスぐらい。あ確かにアーゼウスぐらい効果。光、あ光もうだもうおらん。もうダメ。ドラグーンかぶりか。うん。あネオスティネオス。これは、ね、あこれねおったよね。通常なんかなんかでおったと思う。ヒスコリじゃなかったっけ？あ効果。効果値。うんダメだな。えあ一応新しいコンプ目指せるワラビーちゃん。可愛い。もうコンプ目指すか？クソ。うん可愛いよ。メガフェーズはありあり。効果。属性チェック。一緒やこれワラビー2連続じゃない。わーさすがにさっきと違う、うん、今んとこかぶりないな。え、かぶりない？多分ない。あ、パピーちゃんぐらい。あパピーちゃんぐらい、うん、あの200種類持ったらね、さすがにね、うん、さあ、属性チェック。あっちめっちゃ多いの。血は厳しいね、うん、はい。シンクロンキャリア。さあ次融合。初めて来ました。融合は良くないよ。融合は良くないね。多分なんかいいのないよな。融合闇、うん、あ、マスター、あ、ちじちょそう、おらんのよ。サイバースディセブル見たことないな、うん、さあ次シンクロ。シンクロの闇。シンクロの闇は良くない。アクセルシンクロン。やっぱきついね、地引きは。これ厳しいね。マジでか。簡単にいけると思っとった自分がアホやわ。あ、風効果。あ、やっときた。やっときたよ、エアーマン。エアーマンやっときた。プリズマティックアートコレクション以来のね、懐かしさ。なんか謎の高騰しとったけど、ね。効果闇だけど、背景がガールっぽくないよね、これ。あ、違うな。違うよね。違うね。ああ、ジョーカーさん。良くないよ。良くない流れが続いて。お、効果。闇。え、水？効果の水？ああ、お、可愛い。メルフィーコンプしたか？行くかね。コンプ行けそうやな。これもうミネルヴァ一択なんだよね、ここまで来たら。光。うわ。マジで。うわって言っちゃいけんけど。お久しぶり。あ、これでもうみんなが売ったカードじゃないこれ。売ったね。かぶりすぎなんだって。ちょっと待って。効果闇がさ、結構種類ただでさえ多いのにさ、闇チャレンジが。チャレンジもないね。名前言いにく。ズバババッチョガガガコート。ガガガコ。頼む。効果闇。はあ、効果闇。下下。で2000と1700が来たとしてもまだそっから3分の1なんよ。2分の1だよ。3分の1。あ、違うわ。じゃあよ。いや幻想の。ああそっか。見習い魔導士かいね。ああ。とガールの通常ガールの絵違いが多いけど、なかなかむずいよ。あ、魔法かったい。ああ。同胞のエキス。魔法カードはねもうプレイヤーの方がね。そうだ。うん、使っていただけたら。お、効果闇、効果闇、頼む。攻撃力2000、守備1700。あ、ダメダメじゃん。くっそファイオール。魔法カード、そろそろ来てくれんと。そうね、1ぐらいはないとね。狙ったとこ来てないよ、うん、魔法カード、サンダーボルトぐらいしか。さあ次は効果闇光。うわ厳しいね。ライトロードじゃんかな。どれ？魔法カード。あ、融合があるじゃん。ダブルアップチャンス。あ、そうか、普通の融合、サンダーボルトとブラックホールと融合か。狙うとした。あ、そっか、ブラックホールもあるじゃん。でも全然思う通りなら。
ちらの欲しいやつだけ抜けて買ってしまったかもしれない。エクシーズ闇よくない。よくないね、これアースナルファルコかっこいいんだけど、ちょっと違う、呼んでない。効果闇風ダメ山、ま、あーさっきおった子ね、これかぶっちゃったね。さあ次効果闇、やっときた効果闇。でも2700からまたそっからね。お、2700。おっちゃんおっちゃん、あるあるある。で名前をチェック、ブラックマジシャンガールだったら2分1で。うそうそやろ、こんだけのチャンスあって幻想持ってないから、まあまあ嬉しいけど買えるもんね。買えるね、別に。この60箱でさ30万40万出してからわざわざ当たり前じゃないシングルで買えばよかったぜ。効果闇あるあるある、効果闇、効果闇に連続2700頼むって。おいおいおっ、びっくりした。1300、なんだよ1700かと思ったよ。ファイアウォールファント、こうやってねやってくれるんですよ、近い数字で。融合闇、融合はダメ。おー、フェニックスがあるやん。個人的には嬉しい。どうなんかねこれ今、YCSJ の大会では敵に使われてすごく嫌だった。あの時代ね。そう。昔ね。効果闇だけど、これ背景がもうダメ。これあの変な。あ、じゃあそっち。白くの方ね。ちょっとかぶり出したね、やっぱり。うん、かぶり出したね。シンクロ。闇。アクセルシンクロ。行かないよ。良くない流れが続いてます。流れ変えんと。お願い。効果。闇、よしよし頼む、2700チャレンジさせてくれ。いやー100か。じゃあ誰だ100って。100クリボーこれペインレイキアス。100って弱すぎん。効果が強いのかな、魔法カード。リンクもっと来てほしい。確かに結構重なっとるけさ。あ、魔法カード厳しい。あー、サイバネットコーデック、よくないよ。良くない流れがついてる。魔法カード連発はきついよ。お、メルフィー、コンプ。コンプ？いや、まだまだまだ。もうちょっとおるよね、さすがに。にらめっことかがある。あ、そっかそっかそっか。うわ、こいつ見たことある。シャイニングネオスイング。これなんか、通常弾でおったよね。通常弾でおった。いや、魔法カード。お、ブロックホール！やったぜ！やった。今日一嬉しそうな顔だ。魔法カード。ブラックホールからのサンディーボルト。あ、でもなんか、いい感じ。え、ブラックホールいいじゃないですか。すごいな。この間当てた心変わりの公式と一緒にこれをセットで飾ろうか。あ、確かに。やばいぞ。半分が終わりましたね。アバウト。ええー。あ、そのまま見てしまった。まあいいや。おじさんからのスタート。いいでしょう。さあ次。シンクロ。風。全然入ったからね。あ、コスミックね。融合はダメ。ダメ。はいはいはい、アンディゴールね。このアンディアゴールのこれね、なんか究極バージョンね、いわゆるアルティメットドラゴンみたいになったやつ。あ、リンクやっときた。頼む、風闇、ダルクだ。違う、ダルクです。ダルクですらないな。ワイズストリックス。うわ、やっぱ200種類これ無謀だったか、さすがに。すごいね、ちょっと。光。これはアーデウスが見えるかチャンスからの、お、これこの光り方は、あれ？ディアンケート来た。見たことある。めっちゃ神々しいな。宿女だもんね。宿女って書いてある。ベアトリーチ。名前だけ見たら、こうやって名前だけ見たらめっちゃかっこいいそうな人。でも光り方すごいじゃん。めっちゃ綺麗。顔。もうあと20年若かったらね。おー、シャイニングネオス。あー、まあ、被る。ガールとかがかぶらんのにさ、ネオスとか被ったりとか、こういうとこでね。絶対裏でなかった。うん。コナミさん、封入絶対絞ってるよ、ね。絶対絞るけん。次。エクシーズのチーカー。
クワクワクメルフィス。え、待って、めっちゃかぶる。効果水、リキッドそう、よく、うん、あ、でもヒーロー系なんか全然来てないな。確かに効果ちょっとそろそろ来てくれんと見上がらんの闇。もうね、1枚は引かせてくださいよ、本当に。あ、ダメ。あ、ダメ。1100の600。よいしょ。ディナイ？あれ、ガイ？わからんな。うん、まあ、効果の闇をね、ひたすら、あなたを追い続けるしかないんですけど。魔法。はい。あれ、これ3枚目ぐらいだな。多分、かぶってるわ。かぶるね、これ。あ、このアンティーク究極系ね。あ、じゃあ超巨人とかね、さっきと違う。ヒーローアライン、うん、これは初ゲットかな、うん、あれこれ、あ、違う。え、めっちゃ続くじゃん、なんかアンティーク魔法カード連発きついね、うん、あ、リンク、あ、光、あ、ダメよね。あ、そこライトロード、さっき引いたね、さっき引いた。さあ、ここシンクロ、シンクロ無理かも。あー、なんかね、あ、マジュラム、あ、なんか久々にまだ中あたり、小あたり。これはね、1枚あれば痛むいい。あ、効果闇。もうさすがに引けれんな、ガール、そう簡単に。本当に2700頼むって、お願いお願い、2700。全然ダメよ。これマジシャンズロットじゃない？あ、違った。ダークエンジン厳しい、厳しいな。効果値、あー、ダメ、ジャンコバ、おー、ジャンコバのあれだね、ユーストボックス、ユーストパック、パック、あのガールがホロで出るやつか。そう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 、あれ以来だね。うん、ルルト闇行こない。アルティメットファルコン取ったわけ、さっき。ちくしょう。効果ち、あー、厳しい。あ、かぶった。わらび出てる。だ、出た。わらび出ちゃってるね。これリンク、久々のリンク来たよ。あーっと、待って、炎でも風でもない闇。あって、ダルク。あはは、なんでそこやんの。そうね、レース界では一番ダルクがちょっと、うちら使うんけんね。効果闇、ダルク、君の魂を引き継いでくれ。2700頼むって。2700、1100、1900、ダメ。ダメ。はい、レイヤス。うわ、マジで。ちょっと正直1枚ぐらいは出ると思っとった。なんかリンク。うわ、闇ダルクか。うい。マスカレラ。ああ、サイバースイッチこれ持ったね、そういえば。プリズマで。プリズマじゃあトゥエンティじゃない？あ、トゥエンティですか、なんかか。こうか。風。エーマン、今言おうとしたエアマン。厳しいな。トラップカードはダメやろ。ダメダメ。あ、ナンバーズプロジェクト、コレクターにとってトラップカードが一番しんどい。そうね、無限法要ですらしんどいからね。ピンク頼むって、頼む、あ、ダメ、マジで。うわ、ビヨンドペンデラのこれ、うん、クリスマ取ったね。効果闇あるよ。そろそろテンション上がる。お願いってお願いってお願いって、2700、お願い。いや、800。ではもう一回。嘘でしょ、やばい、もうあとないよ。固まってないとダメ。くバラ買いが逆に良、うん、くなかったか。カトンじゃ被らんもんな。うん、スターダストイルミネーター、ぐ、やばい、く、ふんの合室効果チック、ズババなんつや。全然こんな効果闇、効果闇、ここや。全然こんよ、ほんと。せめてガールの通常絵でもいいけんと思ったのに。
あーやっと来た2000戦じゃないけ。こっからね、こっから3分の1。まず幻想を返したい。幻想の見習い魔導士だけは返し頼む。名前がブラックマジシャンガールで会ってくれ。頼むってマジで頼む。ブラックマジシャンガール2分1 2分1。行きましょう。2分1エチガイか通常か、頼むエチガイで会ってくれ。せーの、やったー。見てくれたかガール、これだけで報われるぜ。こんだけ上取ったらおるだよ。まあ10万ぐらいだから結局3、40万かけとるけん、あの、まあ、買った方が早かったんだけど、ちょっと失礼、あの、まあ、次魔法でね、大丈夫だよ。ちょっと先にね、ごめんなさい、状態確認だけ失礼します。これね、ほんとそこだけで僕もう命運が決まるんです。今回ね、断裁正直ちょっと怪しいなと思うのが何個かあったんですよね。ちょっと荒いみたいだな。うん、左隅は、あ、まあまあまあ別に白かけてまではないですね。右で、うん、大丈夫そうですね。後で顕微鏡でちょっともう一回ね、あの詳しくやるんですけど、いつもまあパッパッと見た感じではかなり良さそうですね。やったぜ、良品個体が手に入っただけでももう今回開けてよかった。シテルならかぶってね、吟味したかったね。そうね、いい方がね、うん、あ、でもこれめちゃくちゃ綺麗だから多分大丈夫。うん、それならいいんだけど。オッケー、ガールゲットしました無事。よかったね。うん、もうあとこんだけしかなかったんで、もう本当に危なかったですね。ヒーター欲しいよ、だね。うん。なあ。そう、ヒーターとあと、ウィンと、あとミネルヴァも引いてないし、ジャッジメントは引けたけん。うん、あ、そう言ったらリンク来ました。え、やった、本当？え、これ確定じゃない？だから。見た記憶がないもん、他に。ヒーターでしょ。ヒーターかもしれない。ヒーター。以外のなんかリンクの青ってお腹がリヒーターって攻撃力なの。1850いきましょう。1850の、えっ、1850でしょ、こいつ1800なんだよ。あのね、うわ終わった。でも誰なあんたは、もう、うわぁ、ね、マジで嫌い、マジで期待したいな。え、これコナミさんやっとるね。ギリギリ近い攻撃力のやつを超ね、あ、効果闇でも全ての店をまたいでるんで、これあるんですよ実は。もう一回ガールとかいう奇跡の展開がない。はい、マジシャンドット、あ、これいいな、マジシャンドット。確か前回スーパーが最大だったっけ、ね、効果。ち、あー、ちはダメか。あれ？あれ？あれ？キシーちゃん来てない。キシー初じゃない？キシー初や。オッケーオッケー。でもメルヒーほんまにコンプしちゃったよ。まだ全然にらめっこ来てない。にらめっこ来てない。ああ、融合じゃねえとか。これメルヒー。究極巨人来たよ。究極巨人いらんな。うん、アンティークギアゴーレムは好きなんだけどね。いや、やばい、リンク来た。ダルって、ヒカ、風。違う、何か、火か風、もう火か風一択で言ってほしい。あ、でもマスカレーナも良かったしな。闇か、あ、もうダメ、もうマスカレーナとか言うんじゃなかった。いや、マスカレーナでもいいんだけどね。マスカレーナは手出せる金額なんだよな、プリズマもあるし、火もそうなんだけど。うわ、しかもそんなこと言うって、どっちでもない。2頭重い、1頭、うちはダメよ、3頭、4頭追いかけて。いや、確かに確かに、欲だけすぎたね。ストリックスからの魔法カード、うー、サンダーボルト、ブラックホール、オーブラゴール、おー、選べるじゃん。まあまあまあ、2枚のうちからいいのを選べると、これ嬉しい。エクシーズか、ミネルヴァだけちょっと回収できてないけんな、うん、まああれこそ買えるんだけどね、光。顔がすか、なんでしょうね。
あ、でもなんかこの子使えるカードだった気がする。なんか本当なんか見覚えがある。できる子なんだね。うん、できる子だった気がする。あ、融合、あ、アンティークでしょ、どうせ。ダメよ。ああ。すごいね、機械が超巨人だったり混沌巨人だったり究極巨人だったり進化する。うん、ブルーアイズぐらいのテーマ力ある。あ、効果闇あるよ。ある？もう残り少ないからね。2700頼みますって。スリスリスリ、え、ダメダメダメ、1200、1500、全然近くない。え、またこの子ね。はいはいはい、とアイトラップカードあるね。はい、あ、 ブリガンライン、わからんの。あ、これさ、この球見たことあるよ。あるあるある、ね、見たことあるよ。え、トラップ2枚ね、同じ。ああ、めぐみの方、これいいイラスト。ロズマリーが来てる。うん。だトラップカードってすっごいコレクションカードとして飾りにくいんよね。飾りにくい、わかる。色がね、え、トラップ3連続。え、ちょっと待ってよ、それは待って。しかも全部違うんかい。ゲミエレーキやね、キリキやね。うん。さあ、効果。闇じゃ。闇じゃん。何今の言い方すごい変な言い方しちゃった。お願いって2700頼むって。え、なんで、え、今これ効果だったのになんで下緑になった。あ、ペンデュラムかこいつ。あ、違う、え、ユベル、え、違うとこ見たのね。待って待って、違う、え、あー、そういうこと。あー、はいはい、あー、え、かわいい。ちょっと小当たりの子。証言の魔術師。そう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 、かわいいんじゃないの。で、次ユベルって見えてんだよ。見えたの。ユベル、そっち、 あの完全体じゃない方ね。2段階目でユベル効果闇、オッケー。ユベルは否定されてるはず。下が緑じゃなかったらペンデュラム回避、オッケー。頼むって。2700お願いお願いお願い。2700来た。あ、1200、1500。あれ、なんか見たことあるな、1200、1500。あー、やっぱりさっきの子だ。なんなんこれ、大量生産じゃん。やっぱディフェンサーっていう名前だけあってさ、めっちゃ死守してくる。やばいな。お、リンク、タル、タル、風、炎、あー、光。誰？あー、お、ジャスミンはいいじゃん。うん、だけど違うんよ。うん、このまま行くとまずいぞ。効果。闇。ブラックマジシャンガールの通常へ来てほしい。どうせシングルであれ買うことになるけど。いや、そしたら1が2枚来て。ああ、そうかそうかそうか。ああ、ダメか。全然ダメやろ。これはダメか。デボリックか。もうまずい。本当に数がない。ああ、魔法カードやばい。おー、かくれんぼ。かくれんぼ。にらめっこをあと揃えば、コンプという。いい感じじゃん。お、魔法カード。じゃあ、メルフィー来るしかないでしょ。うん、なんか、中途半端にコンプ戦で。リンクあるよ、あるよ、ダムって。マジでダム、うわーって待って、もう、ダークフリードね、多分ね。だけどもう風出たら確定になっちゃうんじゃない。だから出ないんだ。そういうこと、そういうことやろ。来るときはもう来るってことだよ。魔法カード、にらめっこ、融合。あ、ダメ、君はダメ。よく見る、うん、やばい、もうマジで10枚、10枚ない。ない、あと5枚。チーズはダメ、見えるかぐらい。あ、ダメよ。待って、60箱で3枚もこうやって被るようなカードがあるけど。いや、風、いや、ダメ。うわ、厳しい。ちょっと待って、本当に。うわ、融合。あ、ダメ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 。あ、フェニックスがまだマシだけど。待って、やばいって。エキシーズ、あー、くそ。やばい、被りがすごい。すごいな。風？シンクロ風。風だね。ああ、コスミック。え、でもこれも3枚出てるけどね。うん。え、ラスト？お、ラスト1枚だ。ダメじゃん。あ、効果当たるってラスト。闇。よっしゃ、せめて、せめてチャージさせて。効果闇。お願いしますよ。お願い、お願い、2700。お願い、お願い。うわ、終わった、ごめん。マジで無理。はーい。ということで、回遊終わりました。でちなみにシリアルナンバーなんですけど当然出なかったです。これだけね、ちゃんと確認したね。うん。
あのざっくり各カートショップにだいたい20カートンから40カートンぐらい入ってて、平均30カートンと計算した時の、1都道府県あたり1000を47都道府県で割ったら22、3枚でしょ。でそこからそのだいたい各カートショップの拠点数と入った20から40カートン割ったら、まあまあまあだいたい260ボックス分の1ぐらいの確率じゃないかなっていう感じはしたんで、あ、わかんないですよ、わかんないですけどね、僕の見た目だと。ってなるとやっぱりこんな50、60かボックスぐらいじゃやっぱ260分の1は引けないという感じですかね。まあこれのね、魔法神が書いてあるガールがシリアルナンバーで入ってる、シリアルナンバーじゃない、シリアルコードでね、あの縦付きで入ってるやつがあるんですけど、欲しかったですね。まあただ、うん、今回はもうちょっと深追い厳禁かな、ガール出たし。まあそうね、あとはもう足りんとこは途中買ってたよね。そうですね。で僕たちからしたらもう今日シャドーバースエボルブの発売日でもあるしね、もう忙しい、そうそう忙しいですよというわけでね、まあ、今回、まあ、といっても遊戯王めちゃくちゃ楽しかったです、うん、まあ今ね熱量下げて冷めてるって言われてるんですけどね、遊戯王はめちゃくちゃ今年加熱すると思うんで、うん、皆さんもね今のうちに遊戯王正直集めとった方がいいと思いますよ、クロシックとか、うん、はい、というわけで今回すごい楽しい動画になりました皆さんもぜひね何が当たったよってコメント欄で教えてください。はい、あ、そうだ、最後にごめんなさい、これね、これだけ最初に言っとこうと思ったんですけど、決闘者伝説、うん、あの東京ドームの、うん、あれでご協力くださった視聴者の皆さん、本当にありがとうございました。もうね、あの動画にはちょっと しなかったんですけど、あのアルティメットドラゴンの宿とか、あの初期 あの100円ぐらいなんですけど、初期のカードたち全部集めることができて、めちゃくちゃ助かりました、嬉しかったです、本当ご協力ありがとうございました。はい、うん、ではそんな感じになります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。